はい、どうも増田です。前に僕のストレートの打ち方をやったんですけど、その時に説明しきれなかった部分っていうのを今回やってみたいと思います。はい、それではやっていきます。以前やった増田式右ストレートっていうのをやってるんですけど、まずはそちらをご覧ください。で、基本的なそのストレートの打ち方っていうのはそちらで確認してください。で、僕のストレート、まあ、それでも言ってるんですけど、一番大事にしてるのは中指と人差し指、ここをしっかり当てる、当てて肩をねじ込む。でもこれは足はもうこの踏み込みの回る癖はつけてます。もう自然に出したら回るっていう癖、それと構えた位置から、右ストレートはこのほっぺたの位置から、ほっぺの位置から打つ、顔の横から地面と平行に出す、これも癖づけてます。で、足、これ肩を回すときに後ろ足が回ってなかったら、この打ち方で肩をねじ込むって言ったときに肩に制限がかかります。で、まあ、僕も肩を回すと足回るって教えてるんですけど、ぐっと回ってくればいいんですけど、もうここで当たってやめる人がいるんで、回ってない人がいます。もう当たったらそこでやめてしまうので、だからこれ回す癖ついとけば、回そうと思えば回ります。その肩を回せばついてくるとか、そういうんではなくて、もう先に回しとけば肩が回る範囲が広がります。だから僕はもう癖つけてます。前に出た時に足が回るっていうのは、そこで蹴るとかそういうのではなくて、ワンツーで踏み込んだ時は回るように、この動きが癖づけてます、この動きを。それで、前回伝え忘れたこと、まあこの肩の制限もそうなんですけど、前回やったの後ろからこう打ってるの、後ろから打ってるやつとかあるんで、そちら見てもらっても分かるんですけど、僕の場合はこれ右ストレート打った時に、このまま軸をそのままでこうは打ってないです。まあ、基本的な教え方としては、このまままっすぐ出してガードで、肩でもガードっていう教え方なんですけど、この後ろ足のラインで、僕の場合はずれてます。頭の位置がで、まあ、右クロス打つ感覚にちょっと近いんですけど、相手が右ストレート打ってきたのを外しながら打つ感覚に少し近いんですけど、だからこれ軸を倒すんではなくて、左に倒して打つんではなくて、軸を移動します。左足の方に打つと同時に倒すんじゃなくて移動します。真ん中にある軸が左足側に移動するイメージです。倒すんじゃなくて、このまま移動する、軸が左足に乗っかる感じです。
なので、ここブロックしてなくても、この正面はずらしてます。で、この肘なんですけど、手を返したときに開く分はもうそのまま取ってます。だからこれずらしてるんで、上体がずれてるんで、開いてるようには見えるかもしれないですけど、これ倒れてるだけで、実際には体が左に行ってるだけで、実際にはそこまで最初から開いて打つと、まあ、相手にもバレるんですけど、打ち出しはしっかり顔の横なんで、これずれてるだけで打ち出したとこからまっすぐ行ってます。ストレートです。フック気味に見ようと思えば見えるんですけど、肘が少し開いて見えるので、開くというか、こう返した時に開く分はもうそのままです。開いたまんま、まあ、開いてはいます。少しこう当たった瞬間手首を返すので、返そうと思えば肘は上がります。で、この返すのも下に返す、このまま行って斜めには返さないです。斜めに返すように打つともっと開きます。フック系になります。このまま行って下に返す、このまま行って下に返す。で、しっかり打つのは右足のこのラインで捉えます。ここで捉える軸を、でこう開いてるから距離が例えば短くなるって思うかもしれないですけど、こう当たって入れるので見た目的には短くなるって思うかもしれないですけど、軸が前に少しずれてる分そんなことはないです。ここで最初の構えた軸で打つのと前にずらして打つので距離は変わらないです。で、これ倒して打ってしまうと返しも打てないです。返しも行きづらい、軸を戻しながら打たなきゃいけないし、返し避けるのも綺麗に避けられないです。軸を前にずらす、ずらしてるとそのまま打っても打てる、ずらしてるとそのままディフェンスも打てる。軸は倒さない、前足にずらす、ど真ん中にある軸をこの前足のラインにずらす。前回やったので、ちょっと説明が足りなかった部分を今回やってみました。はい、今回以前やった僕のストレートの動画で説明不足だった分をやらせていただきました。で、こう撮ってると後で、あ、ここ説明不足だったなとか、ここもちょっとやっとくんだったなっていうことは、まあ、多々あります。まあ、今回は僕のストレートの打ち方っていうことだったんで、ちょっと不足分をこうもう一回取って付け加えさせていただきました。まあ、他の時は取り直したりもするんですけど、まあそのまま出てしまって説明不足な部分もあるとは思うんですけど、まあ、その辺はご了承ください。
それではチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。